ありがとう、シンジ君。2号機は君に止めておいてもらいたかったんだ。そうしなければ彼女と生き続けたかもしれないからね。カオル君、どうして？僕が生き続けることが僕の運命だからだよ。結果、人が滅びてもね。だが、このまま死ぬこともできる。生と死は等価値なんだ、僕にとってはね。自らの死、それが唯一の絶対的自由な。 Don't you lecture me with your $30 haircut!